その昔、七つ揃うとシェンロンが現れ、願いを叶えてくれるという不思議なドラゴンボールがあった。これはそのドラゴンボールに導かれし者たちの壮大な物語である。お、よく来たな。ちょうど退屈してたとこだったんだ。どうだ、オラと一緒にドラゴンボールの世界を冒険してみねえか。オラと仲間たちの激闘が体験できるぞ。それじゃあシナリオを選んでくれ。オッケー、次行ってみよう。いいか、各シナリオはよ、いろんなイベントで構成されてんだ。物語を進行させるためのストーリーイベントと、何が起こるかわかんねえフリーイベントっちゅうんがあんだ。ま、ストーリーイベントをクリアしていけばとりあえずはゴールはできんだけど、まだまだオラにもわかんねえ隠されたシナリオやイベントがあっかもな。だからよ、目指すい全イベント制覇ってことでよ、気合入れて頑張ろうぜ。このストーリーイベントから冒険始めんだ。わかった、次で最後だ。ゲームレベルはどうする？よし、一応やってみっか。数々の強敵から地球を守ってきた孫悟空とその仲間たち。そんな彼らの前に異星人戦士サイヤ人が現れる。悟空の実の兄との衝撃的な出会い、そして後に悟空の宿敵となるサイヤ人の王子ベジータの出現、運命の針は静かに時を刻み始める。
か！ピッコロ大魔王との壮絶な戦いから5年余りも過ぎた平和なある日のこと、地球を恐怖のどん底へ陥れるサイヤ人の脅威が忍び寄っていた。チッ、カカロットじゃない。何者だ貴様。えらく威勢がいいな。なんだこいつのパワーは。得体の知れない怪物を前にピッコロは耐えきれずに攻撃を仕掛ける。よーい、はじめ。どうした？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 あちゃ！どうした？あちゃ！どうした？どうした？ここはリスタ。鍛え抜いたはずのピッコロの攻撃はこの男には全く通用しなかった。うわあ！もう一つ大きなパワーが。今度こそカカロットだ。バカな。
果たして彼の目的は？アイテムが欲しいんじゃ。これ交換、まだ何か用かい？で分かったぞ、カカロット。父親にそっくり。おめえって誰だ？教えてやる。まず貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ。
全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんでな。ちょっと息子を貸してもらおうとするか。これ以上近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。やれるだけやってみよう。そうだな。三人一緒に戦えばなんとか。自信ないけど。お前たちでは無理だ。この俺が一緒に行ってやる。ピッコロ。貴様ら、一体ここへ何しに来た？決まってんだろ、オラの子を取り返しに来たんだ。貴様を仲間にする、もうやめにしたぞ。我が一族の恥だ、死んでしまえ。よーい、
始め。見つけた。こっちだ。足を。俺様の出番のようなもんだな。悟空、よーし、始め。どうした？Thank you.
では、本格的にしごいてやるとするか。よーい、はじめ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけ。そんな死んじゃうよ僕。奴の尻尾は俺が切ったはず。
よーい、はじめ。逃がさんぞ。激烈光弾。どうして？こっちだ！逃げ道はもうないぞ。手間をかけさせやがって。恐るべきはサイヤ人の力。自分たちの分身と戦うのか。なんか変な気分だな。
面倒くせえんだわ。なんで俺まで。やるぜ。ドライバー当たれ。
もうやだ、俺はもう戦わねえだがや。ふん、死にたい奴は放っておけ。俺は修行してもっと強くなる。おーい、悟空よ。今日はとびっきりの修行相手を用意してやったぞ。二度も俺に殺されるとは、つくづく運の悪いやつだな。あカカロットよ。残念だったな。オラもう死んでんだぜ。まあもう死んどるんじゃしな、何にも恐れず思いっきり戦うんじゃ。よう、はじめ。バカな、この俺がカカロットごときに。オラも驚いたぞ。すげえパワーアップだ。よう、見事じゃ孫悟空。わしの想像以上に成長しよった。良いな。敵は想像以上に強力な悪人たちだ。一瞬の油断も許されんぞ。いろいろありがとう、カヨ様。もし死んじゃったらまた会いに来るぞ。
どのデッドアイテムが欲しいんじゃ。これで他にもいろいろあるんだ。これ他まだ何か用かい？ あれ？ Thank you.
いたいた。なるほど、お待ちかねだったようだな。6匹か。面白い。こっちの兵と1匹ずつ順に戦ってみんか。ゲームだ。いいだろう。この俺からやってやる。さあ、かかってきな。お前たちが思っているほど、この化け物たちは強くなかったようだな。甘く見たのはお前たちのようだな。修行の成果を見せてやる。
さあ、ではそろそろお前たちの望み通りお遊びは終わりとするか。せいぜい楽しませてくれよ。大地が震えている。天さん、僕の超能力が効かない。そんな来るぞ。くだらん。
孫悟空というのはカカロットのことだな。面白い。なんだ、この木は。お父さんが来てくれる。ナッパ、3人を殺せ。厄介なことになりそうだ。どうせこいつらを皆殺しにすることに変わりはねえ。出番のようだ。順番が変わっちまったか。
だか。よーい、はじめ。
ついに現れたな。お父さん。なんだその面は。気に入らねえな。そんなにあっさりと殺してほしいのか。うさんぞ。たまら。よーい、はじめ。あるのかよ。そこだな。
なんのこれだと。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつの強さを思ってた以上みてえなんだ。逃げても無駄なのは知っているようだね。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。
喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。要するに貴様は落ちこぼれだ。そのおかげで俺はこの地球に来れたんだ。感謝しなきゃな。それによ、落ちこぼれだって必死に努力すればエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。程度じゃないだろう。ラッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。さすがだ。やつはまだ全然本気じゃねえのに、スピードも技もオラを超えてやがる。分かったよ、見せてやっさ。海王拳は今のが限界だとしたらとんだ期待外れだ。なんて野郎だ。でもよ、あんなやべえ時だってのにワクワクしてきやがった。
見にくくて嫌だが、大猿に変身してぶっ潰してやる。どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。大猿、大猿の化け物、オラと地球の元気玉を食らわしてやる。じゃあ今度はうっかり心臓を潰してやろう。
丈夫。おい、あの化け物誰だと思うんだよ。サイヤ人でしょ、サイヤ人。知ってる。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。冗談言っとったらあかんでしょ。元に戻ったってどえりゃ強さなんだわ。尻尾を失い変身が解けたベジータが、絶望的な状況は変わらない。このガキ、尻尾が再生してやがる。ご飯、空だ。空にある光の玉を見るんだ。何？しまった。そうはさせるか。死ね。
ついにベジータを撃退した Z 戦士たち、そしてクリリンがとどめの刃を振り上げる。待ってくれ悟空、お前なのか。もっとさらに強い敵と戦って勝ちたい、そんな悟空の願いがベジータを救った。よく覚えておけよゴミども、貴様らに奇跡はないぞ。こうしてサイヤ人の脅威から地球は救われたのであった。だがこれはこれから始まる数多の激闘史の序章に過ぎない。これで悪の根が完全に断たれたわけではないがな。悪の根が。激闘が新しいシナリオが追加されたぞ。